都営バス、有明自動車営業所は、東京都江東区有明3丁目に所在する都営バスの営業所。江東区南部を運行する路線を担当する営業所として、2020年3月30日に新設された。東京都交通局では最も新しいバス、営業所である。営業所記号は J を用いる。ナンバーは5月までに入った車両は、 足立ナンバーで5月11日以降入った車両は、高等ナンバーである。最寄り駅は、臨海線篠ノの駅、または、臨海線国際展示場駅、ゆりかもめ有明駅。最寄りバス停留所は、有明小中学校前、または、かえ、学園西よりそれぞれ徒歩。国道357号、角乗り橋から見た有明営業所門前中町を、起点とし越中島。 豊洲駅、有明テニスの森、お台場地区を経由して、東京臨海地区の中心である、東京テレポート駅に至る系統である。永代通りと清澄通りの門前、中町交差点から永代通りを東京寄りに約150メートルほど進んだところから発車する。門前中町を出ると清澄通りを進み、越中島交差点で左折する。この先は、 東京海洋大学越中島校舎や、清水建設技術研究所など、学校や工場などの合間を進んでいく。枝川から豊洲までは、工場跡地を再開発した高層マンションや、ララポート豊洲などの商業施設が立ち並び、昔と違った活気を見せる。門前中町から有明北地区付近にかけては、生活や通勤の足として利用客が多く、 有明町目まではほぼ終日10から15分ごとの運行となっている。また、臨海副都心でのイベントの際には増発されることがあるが、この場合は臨時便という札を先頭車の全面走下に掲出する。路線開設当初は品川営業所の担当で品川駅東口海上公園の運行が開始され、昭和57年12月26日の 路線再編で門19系統の内門19丁を統合し、東京港トンネルを挟んだ品川駅東口海上公園門前中町の運行として、当初は品川営業所単独で、後に深川営業所との共感で運行した。この頃もまだ船の科学館以外の施設は見られず、利用客の中心は門前中町から有明テニスの森の間であった。 その後、臨海副都心の開発が進んで、道路網に変化が見られるようになったため、かつて、台湾のルートは、現在の有明一丁名誠が異なり、湾岸道路を走行して停留所も13号地トンネル入り口は2回、停車していた。臨海副都心の開発が進んだ1990年代後半からは、双方の奇襲点から、東京テレポート駅や東京ビッグサイトなど、 台場地区までの折り返し運用が増えるようになり、富士テレビやテレコムセンターなどの新しい施設を経由するように、ルートが一新された。長い間、本路線が台場地区における唯一の公共交通機関だったが、ゆりかもめや二次例一系統など、都心側からの速達性の高い交通手段が整備され、品川駅と台場をレインボーブリッジ経由で結ぶ二次例二系統も、 開通した。1997年7月には品川駅東口台場循環系統が設定されたが、これは全便が品川営業所の担当だった。これらの路線開通と東京港トンネルの渋滞による定時性の悪化により、品川側は利用価値が低下していった。このため1999年に品川側の折り返し運用を担っていた品川駅、 東口台は循環系統が廃止され、同時に品川営業所は本系統の担当から外れた。これにより、品川へ顔を出す便は朝夕のみのわずかな本数に減便されたが、首都高速道路を通るためシートベルトを装備した専用車両を充当してまでこの便を存続させる必要性は低下していた。その一方で、門前中町側では利用客が増加しており、 輸送力の増強や門前中町側でのタイヤの維持が必要とされた。このため2002年12月、並行する臨海線の東京テレポート駅大崎駅間の開通を機に品川駅、東京テレポート駅の区間が廃止され、本路線のみのバス停である八尾団地入り口も同時に廃止された。なお、並行路線である京浜急行バス、大井町駅、 大森駅船の科学館駅は存続し、停留所は都営から京急に譲渡された。その結果、本路線は台場地区伊藤が残存することとなり、2006年3月にゆりかもめが豊洲駅まで延長された後も増便が続いている。2009年4月からは再び品川営業所との共管となり、2013年4月には門前。 中町東京ビッグサイト間の便が廃止された。2020年3月30日からは有明営業所が主に担当する。なお、深川営業所、品川営業所の担当も継続される。また朝というの一部の便は台場2丁目、東京テレポート駅間を,を台場中央交差点経由でショートカットする。なお、 これに伴い、ナミレイチ出入側のショートカット便が廃止されている。2006年4月1日、ナミレイチ系統を運行開始。当初は、港南支所と深川営業所の共感だった。2008年4月1日、港南支所担当分を品川営業所へ移管し、深川営業所と品川営業所の共感となった。2020年4月1日、 深川営業所担当分を有明営業所へ移管同年7月1日、品川営業所が撤退し有明営業所単独となる。かつては海03系統が波01系統とほぼ同一経路で運行されていたが、2003年4月1日に廃止された。ありがとうございます。